私は、とある一流企業で清掃している。今年も新入社員を採用する時期になり、今日は最終面接を受けるために、学生たちが会社に集まっていた。私はそんな彼らのためにも、いつも以上に社内をきれいにしないと、と気合を入れて清掃していた。そして、会議室の掃除をしようと扉を開けると、予想外の光景が広がっていた。掃除したならさっさと帰りなよ、じいさん。ゴミが同じ部屋にいると空気が悪くなるだろう。私の名前は平田純一郎。先日、65歳の誕生日を迎えた。息子夫婦が誕生日パーティーを開いてくれて、孫娘は折り紙で作った金メダルをプレゼントしてくれた。そんな可愛い孫娘のために、これからもたくさんのおもちゃや洋服を買ってあげるために、まだまだ働き続けなければと思っていた。そして今日も私の仕事である掃除を一生懸命頑張っていた。私が勤めているこの会社は、とある一流企業で、社長が一代で会社を大きくさせたので、社屋もとても大きく、掃除のしがいがある。私は普段から笑顔と丁寧な作業を心がけているため、社員からもよく声をかけられた。中には一緒に掃除を手伝ってくれる社員もいて、素敵な社員が多い会社だなと実感していた。そんなある日のこと、この会社に数名の新入社員を採用することになった。大手企業ということもあり、倍率はとても高く、学生にとっては狭き門だろう。そんな過酷な試験を突破してきた学生たちが、今日は最終面接を受けるために会社に集まっていた。そんな彼らのためにも、いつも以上に社内をきれいにしないと、と気合を入れて清掃していた。この棚はちょっと邪魔だな。倉庫にしまうか。少し大きな棚だったが、一人でもなんとか運べる大きさだった。棚が転倒しないように、ゆっくりと倉庫へ運んでいると。大丈夫ですか？僕も手伝います。廊下の曲がり角で、おそらく最終面接を受けに来たであろう学生と出くわした。でも、あなたはこれから面接ではないんですか？面接までにはまだ少しだけ時間がありますので、それに僕は力には自信があるので。その学生はにこやかに笑い、棚を持ち上げた。おお、これはなかなか立派な棚ですね。よくこんな重いものを一人で運んでましたね。私も力には多少自信があるのでね。普段からこんな仕事をしているものですから。笑顔の学生に私も笑って返した。ありがとうございました。助かりましたよ、学生さん。僕、紀藤って言います。僕の方こそ助かりました。ありがとうございます。ん？それはどういうことですか？ここだけの話、めちゃくちゃ緊張してたので。紀藤さんは苦笑いを浮かべながらいろいろと話してくれた。聞くと彼には母親しかおらず、長年自分を支えてくれた唯一の母親のためにこの会社に入社したいと考えているようだ。この会社はとてもお給料が良くて、福利厚生も充実しているんですよ。この会社に入社して母に楽をさせてやりたいんです。だから何としてでも受かりたくって。紀藤さんは目をキラキラと輝かせながら言った。とても素晴らしい志望動機ですね。でも周りの人のためだけでなく、少しは自分のことも考えてあげることも必要ですよ。この会社に入ることで、あなた自身が何をしたいのか、どんな人間になりたいのか、
ゆっくり考えてみてください。お母様のためだけではなく、自分のためにもね。そうすればきっと未来は明るくなると思いますよ。自分のためか。鬼頭さんは私の言葉を真剣に聞き、何かを考えているようだった。わかりました。アドバイスありがとうございます。面接まであと少し時間があるので、しっかり考えてみます。そうですね。思ったことを素直に伝えれば、それでいいと思います。あ、なんかすいませんね。こんな掃除のおじいさんが口を挟んでしまって。いえ、なんか自分にとって大切なことをアドバイスしてもらった気がします。僕、今日おじさんと出会えてよかったです。そして私と鬼頭さんは別れた。あんなまっすぐな学生が採用されたら、この会社の未来は安心なんだろうな。私は鬼頭さんとの出会いに心が温まり、より一層掃除に気合が入った。そして次に会議室の掃除をしようと扉を開けると、中には複数の人がいて、私の姿を見ると、とても驚いた様子を見せた。なんだよ、びっくりした。掃除のじいさんか。どうやら彼らも最終面接まで残った学生らしい。彼らは勝手に会議室に入り、持ち込んだコンビニ弁当を食べていた。これは失礼しました。ですが学生さん、待合室は別の場所で、ここは使用禁止のはずですが。彼らは私の話を全く聞いていないようだった。はあ、マジ焦った。つか、何勝手に入ってきてんの？いや、私はこの部屋の掃除を。見たらわかるだろ？今この部屋は俺たちが使ってんの。掃除なんて後からにしてくれよ。そう言いながら彼らは机の上に座ったり、椅子に足をかけたりしていた。あ、そうだ。じいさん、ちょうどいいや。これ、捨てといてくれない？すると学生の一人が床に置いてある弁当の容器を私に向かって蹴った。おい、村上、それはやりすぎだろ？弁当を蹴ってきたのは村上さんという人で、彼がこのグループの中心人物らしい。はあ？何言ってんだよ。清掃員に仕事与えてるんだから、感謝してほしいくらいなんだけど。さすが村上、よく言った。周りの学生たちも村上さんを止めることはせず、それどころか彼のことを煽っていた。何を言っても無駄だと思った私は、無言で弁当の容器を拾い、ゴミ袋に入れた。掃除したならさっさと帰りなよ、じいさん。ゴミが同じ部屋にいると空気が悪くなるだろう。学生たちは最後まで私をバカにしてきて、会議室を出た私は深いため息をついた。そして1時間後、面接が始まったのだが、面接官の一人が突然こんなことを言い出した。面接にお集まりの皆さん、突然ですが本日は我が社の社長がいらっしゃっています。何も緊張する必要はありません。むしろ社長に直接アピールする絶好のチャンスだと思ってください。面接官の言葉に学生たちはざわめいていた。では社長、お入りください。そして社長が面接会場に入ってきた。会場には私を容赦なくバカにしてきた学生たちもいて、先ほどまでの行儀の悪さとは一変しておとなしくしていた。そして彼らの隣には鬼頭さんも座っていて、社長の顔を見るとみんなは驚きの表情を見せた。え、社長って？その中でも特に驚いていたのは村上さんだった。皆さん、はじめまして。
そして一部の人は先ほどぶりです。私、この会社の社長の平田純一郎と申します。実は私こそこの会社の社長で、平田電機という会社を一代でここまで成長させた本人だ。清掃員として働いているのも社長の仕事の一環だ。社員たちは当然私の顔も素性も知っているが、今日の学生さんたちのように初めてうちの会社に来る人たちは、私のことをただの清掃員だと思うのだ。以前我が社と契約を結ぶためにプレゼンに来たとある会社の人も、私を清掃員だと思い込み、ひどい扱いをされたことがある。その後の会議に私が出席しているのを見て、その社員はちょうど今の村上さんたちのように顔を真っ青にしていた。本日はどうぞよろしくお願いします。早速面接を始めましょうか。私は彼らに特別な言葉をかけるわけでもなく、何事もなかったかのように面接を始めた。そして資料に目を通してみると、村上さんはこれまでの試験結果ではかなりの高評価を残していた。その私が御社を志望した理由は、私の正体を知り、考えていたことがすべて飛んでしまったのか、村上さんは終始おどおどしている。慌てなくても大丈夫ですよ、ゆっくり話しましょう。私は彼を落ち着かせるためにそう言ったのだが、逆に村上さんは今まで以上に慌ててしまっていた。ちょっと今はお話しするのは難しいですかね。申し訳ありませんが、他の方のお話も伺う必要がありますので。では、次の方、お願いします。村上さんだけでなく、彼の仲間も誰一人まともに会話ができなかった。そして、最後に指名されたのは紀藤さんだった。彼も私の正体を知った時はかなり驚いていた。しかし今は冷静さを取り戻し、まっすぐ私の目を見ていた。私は女手一つで育ててくれた母を支えたくて、これまで就職活動を頑張ってきました。しかし、御社に採用になった際には、母のためだけでなく、会社のため、お客様のため、そして自分のため、私はすべての人たちのために一生懸命働きたいと思っています。みんなが幸せになるために自分に何ができるのか、常にその気持ちを忘れず、少しずつ成長していきます。そしていつか母に胸を張れるような立派な社会人になります。御社であればそれが叶うと思っておりますし、そう信じています。ほう、とても素晴らしい夢ですね。そう言うと、紀藤さんは深くうなずいた。他の面接官も紀藤さんの素直な言葉に感銘を受けたようだった。そして面接が終わると、紀藤さんを評価する声が多数聞こえてきた。あの子はこれまでの試験結果は特にパッとしていませんでしたが、人柄としては満点ですね。そうですね。もちろん成績も大切ですけど、私はその人と一緒に働きたいかが一番重要だと思いますよ。面接官同士の話を聞きながら、私も心の中でうなずき、紀藤さんの評価欄に二重丸を書いた。その後、面接の結果はすぐに決まり、私をバカにしてきた村上さんたちは全員不合格。彼らの本性を生で見てしまった以上、どれだけ成績が良くても採用するわけにはいかない。そう思った私は、彼らの評価欄には全員×をつけた。そして、紀藤さんの結果というと、
大丈夫ですか？手伝いますよ。一人の新入社員が私に声をかけてきた。これはこれは、紀藤さん、ありがとうございます。いえ、社長は今日もまた重そうなものを運んでるんですね。私も力には多少自信があるのでね。紀藤さんはニコッと微笑み、私から荷物を受け取った。彼のような人材はとても貴重だ。そんな優秀な人がうちの会社を選んでくれたことに感謝しながら、私は今日も社員たちのために一生懸命働いている。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。